マスター、おはようございます。今日もいい天気かどうかは基地の中ではよくわかりませんね。マスター、調子はいかがですか？とガレスは何気ない日常会話から始めてみるのです。あ、この場合の調子というのは全般的なマスターの体調という意味でもあるのですが、特にお腹の調子はいかがでしょうかという意味です。お腹がいっぱいだったり痛かったり、常ならざる状態ではありませんか？どうでしょう。よかった、それなら私も遠慮なくことに及べます。もちろん物騒なことを考えてはおりません。聞けば今日はバレンタインデーなのですよね。当世では日頃お世話になっている方に贈り物をする素敵な習わしとのこと。発祥は西洋と聞きましたが、マスターの故郷では特にチョコレートに関係した美味しくも素敵な風習なのだと聞きました。ガウェイン兄様です。というわけでガレスもご用意いたしました。こちらです。甘くてしっとり、ガレス特製のチョコレートカップケーキです。たくさん焼き上げましたので、たくさんどうぞ。食べても食べてもたくさんあるのって幸せですから。あ、でもお腹いっぱいになりすぎないよう、そこだけはご注意を。お食事に響いてはいけませんし、マスターは他の方々からもいっぱい受け取るでしょうし、ガレスのケーキばかりでお腹をいっぱいにしないようご注意をば。うっ、いえ、美味しすぎるというほどのものかはさすがに自信がなく、なのですが、先ほどガウェイン兄様は大層お喜びになって104個もペロリと平らげて、負けてなるものかとばかりにモードレットは225個も食べてしまって、ランスロット様は静かな表情だったのですが、それでも一息に300個余り食べてしまわれて、パーシバル教の何でも作るときは山盛りという言いつけを守っていて本当によかった。なのですが、それはそれとして、さすがに皆様食べ過ぎで、もしや私が作ったカップケーキは何らかの呪いを発生させてしまったのではと。いえ、そんなことはありません。その後ジギル殿が一つ食べてくださって、美味しいよ、呪詛の類なんてかかってないよと太鼓判を押してくださったのです。その後私も毒味をして安全を確かめました。ですので、どうかマスター、私のチョコレートカップケーキご遠慮なく召し上がっていただけましたら幸いです。皆様に美味しく食べてもらえたらいいなと誠心誠意焼き上げた次第です。カルデアの厨房はとっても使い心地がいいですね。得意と言えるかどうかはわからないのですが、一時期身分を隠してお城で働いておりまして、厨房でのお仕事もいくらかこなしておりました。そこで一通りは仕込まれたので、厨房に立つぐらいでしたら。それではマスター、どうか良い一日となりますように。それからマスターのお腹がたくさんの方々のプレゼントでいっぱいになりすぎて腹痛などになりませんように、ガレスはお祈り申し上げております。ではまた。